帰り道もね。あ、もう下に行ってくれるのか。これはありがたい。お、オートセーブされたね。いろいろ探索したから。お、おかっぱだ。お礼かな。ワンワン。ルキ頼もしかったぞ。あ、俺はくれないのか。ちょっと もう一回話しかけたら、お礼はくれない。あ、そうですか。さっきの雷すごかったね。それは俺が呼んだんだぜ。さあ、村長に伝えよう。これ人って書いてあるの？違うか。よし、行こう行こう。村長どこ？村長どこ？母ちゃんなら、もう村に戻ってるよ。村行こう、村。行こうぜ。お！みんな迎えに来てくれて。めっちゃ感動的だ、これ。どれが母ちゃんだっけ？村長いるじゃん。頂上で何が起こったの？お説明してる。いやー、まさに奇跡だったね。絶景だったな。いかに広大かを、石の村しか知らぬお主らも分かったようじゃな。なるほどね。そういうことか。村しか住んでなかったから、世界はこんなに広いんだよってことを伝えたかったってことか。なるほど。じゃあ母ちゃんのとこ行こうぜ。エマとはここでお別れかな。そうではないか。てってってって。さあ行くぞ。成人の仲間入り。お、トロフィーゲット。石の村に来ました。浮かれて自分の家が思い出さないってんだ。まさかそんなことはないよな。地面にある石畳をたどっていけばお前の石につくぞ。石につくぞ、つっちゃったよ。なんかゴリマッチョいるぞ。ゴリマッチョくーん。そこ通して。あ、通れないか。これをたどっていけばいけるらしいから、たどらずに行くとどうなるのか。ここはなんだ、登れるな。ああ、降りちゃった降りちゃった。おお、この上は何かあるのかな。失礼。ここの上は、お、瓶がある。これ壊せるんでしょ。おりゃ。おりゃ。でいや。これも壊せるの？あ、壊せる壊せる。本当にこうやって壊すんだ。感動だな。これ落ちる。あ、落ちれる。なんかあるね。なんかあるよ。アイテム落ちてんのかな。秘密の入り口とかある？こことか。特にないね。秘密の入り口は、あー、落ちる落ちる落ちる。お、海を走れるぞ。水遊びだ、イエーイ。こっちは鍵が閉まってるね。ここなんだろう。扉には鍵がかかっている。
ないね。ないね、つうか。自分の家行くか。あれ？これも呪文できんの？移動中の呪文覚えてない。馬乗れない、馬。餌を食べるのに夢中のようだ。ユウスケ、すまねえな。オイラの馬が草食っててな。動いてくれそうにないんだよ。この石畳を辿っていけば帰れる。はは、お嫁ちゃん。さっきあからめてたからな。これ？大地の木って。木に巻きついた根っこからは何やら不思議な力を感じる。こっち行きますか。さあ行きましょう。やっぱドラクエは話しかけてこそなんだよな。どうだ、教会でお祈りしていかないか。ここがあれかな。死んだら、出てくる場所？お勤めを始めよう。お祈りをする。これでセーブできるのね。なるほどね。復活の呪文を決めます。それは我らを導く神の声。復活の呪文を覚えておき、冒険を再開するときに入力すると大体同じところから冒険を始められるぞ。では、そなたに復活の呪文を教えよう。もほやひしきへ、るかえで、でのぎどろこや。あー、待って待って。お祈りします。行きますか。次はね、お家に帰りまーす。ここかな？なんか待ってるけど。こうずーっと辿っていけば帰れるらしいけど。ワンワン。これルキってさ、俺の家のワンちゃん？ここか。ただいまー。ただいま。こんにちは。無事成人の儀式終わったようだね。ご飯はご飯。ご飯食べたい。いやー、エマちゃん危なかったよね。ユイスケのあざが光って魔物を避けた。避けたじゃないけどね、今の。考えないようにしていたんだけど、あ、おじいちゃん、拾ってくれた人はおじいちゃんなのか。ついにあのことを話す時が来たようだね。これを受け取りなさい。なになに？お、めっちゃ綺麗じゃん。おじいちゃんどこにいんの？村のみんなにも言わないでずっと黙ってたことがあるんだ。ユウスケ、あんたはね、勇者の生まれ変わり？勇者の生まれ変わり？どういうこと？あんたは大きな使命を背負ってるって、おじいちゃんがずっと言ってた。ユウスケが成人の儀式を終えたら、北の大国、デルカーダルに向かわせてほしい。そして王様にこの首飾りを見せたとき、すべてが明らかになるだろう。ってね。だからね、あんたは勇者の使命を果たすためにこの村を出て、デルカダールに行かなきゃいけないんだ。じゃあ、エマとは、お別れか。さあ、明日から、当分会えなくなるわ。寂しいな。勇者の生まれ変わりなの？自分は勇者の生まれ変わりである。突然打ち明けられた事実に、ユースケは不安と期待の中で眠れぬ夜を過ごすこととなった。そして、駆け出しコレクター、
10種以上のアイテムを集めた者に贈られる称号。母ちゃん。あら、ゆうすけ。目が覚めたんだね。何せ突然の話だったし、眠れなくなるのも無理はないわ。いや、やっぱり勇者っていきなりね、打ち上げられると眠れないわ。てか、勇者の存在は何なのか、分かってないらしいけど。つまり勇者って、勇者の生まれ変わりってどういうことだろうな。宝箱ないのかな。お、壊せる。自宅のものを壊す。あ、落ちちゃった。ダメージは食らわないのね。じゃあ、夜風に当たりに行きましょう。夜の雰囲気もいいですね。このポイーンって音、いいな。ポイーン、ポイーン。ポイン、ポイン。夜風に当たりに行くって言うけど、どこに行けばいいんだろう。不法侵入、不法侵入。あ、入れない。こんにちは。あ、さすがに開かねえか。夜だしな。中は見えるんだけど、これ入れるでしょ。頑張れば入れるでしょ。村長からのお知らせ。村の外は魔物がいて危ないです。外に出るなら準備を忘れずに。開かないか。さすがに開かないな。どこも閉まってるわ。お、こいつずっといるの。お疲れ様です。村の中だけにするんだぞ。ここ行けない？行けない。教会か。エマのお家行こう、エマのお家。あいつもね、多分眠れてないと思う。あ、開かない。どっかにエマいるっしょ。滝行ける、滝行ける。なんかあんのかな？秘密の隠し通路。合わなかった。割れる割れる。おりゃ。いや、ほんと人の家割ってるよ。こんなことしていいの？夜風に当たりに行ったから、ここが俺ん家だから、お、なんか入れる。なんかある？ここ。割れるものは？ああ、動いた。ああ、やべやべ。かぼちゃ割れたんだけど。おおお。びっくりした。つか、この屋根の上に登れるでしょ。なんかあんの？あったあったあった。あ、じゃあ、家の方にいろいろあるな。屋根の方にいろいろありますね、これ。登りましょう。よいしょ。あ、宝箱もある。こういうの探索な、したくなるよね。あとは、あっちにもあるから、行ってみよう。ここは誰の家だろう？村長の家かな？不法侵入しようぜ。お、なんか宝箱ある。ヒノキの棒。エマちゃんどこですか？お、いた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 。ハロー。こんばんは。眠れないのかい？いやー、やっぱ眠れないよな。この木覚えてる？子供の頃、この木にスカーフ引っ掛けて大泣きしたんだよね。なるほど。スカーフ引っ掛けちゃったのか。私ね、ユイスケはこの村でずっとみんなと穏やかに過ごしていくんだろうなって思ってたの。いやー、でも、そうだよな。突然告げられた事実だからな。いやー、これは離れ離れになっちゃうな。前にちょっとだけ聞いたことがある。遠い遠い昔、世界中が魔物に襲われて大変だった時、どこからともなく勇者が現れて世界を救ったんだって。その後勇者は星になって、この世界を見守ってる。へぇ。
じゃあ勇者が生まれ変わったってことは、世界に危機が訪れようとしているのか、そういうことなのか。でもデルカダールに行けば全てがわかるよ。エマちゃんも一緒に行かないかい？みんな心配しているわ。めっちゃ悲しそうじゃん。あ、涙。別れたくねえな。そして夜が明けた。トゥッタン。これも聞いたことあるな。さあ、ベルガダールに行きますか。おう。切ないっすね。おじいちゃんはもういなくなっちゃったのかな。一番勇敢だったおじいちゃんの孫なんだからね。この先何が起きてもあんただったら乗り越えられてて、お母さん信じてるわ。あんたの荷物の、お、ありがとう。村の道具屋で旅立ちの準備をしておくんだよ。行きますか。ここかな。よいしょ。この紫はなんだ？クエスト。困った困った困ったぞ。どうしたもんかな。お、ゆうすけじゃないか。ちょうどいいところに来てくれた。風切りの羽。お前んちの納屋の高いところは苦手なんだ。はははみんなに優しく。持ってきたぞ。姫見の羽。俺のついでにいいことを教えてあげる。俺みたいに困っている人は頭上に。なるほど。めたいな。冒険に行き詰まった時や、時間がある時にこなせばいいんだからな。何時、皆に優しくせよっていう村の教え、いつまでも忘れるんじゃねえぜ。この音楽も聞いたことある。ヒノキの豚、お鍋の豚。お鍋の豚って言っちゃった。バンダナ、旅人の服。いや、特に、買わなくていいっしょ。旅に出る使命を背負っているんだと。この坂を下っていった。準備が終わったら北の入り口に行くんじゃ。じゃあ北の入り口に行こう。あっちだね。いやー、エマと別れだな。お別れだよ。めっちゃ寂しいんだけど。お、みんな。みんな知ってるんだね。すっごい遠いんだって。でもね、石の村と違ってすごい人がすごいいっぱいいる。武器はね、買った買った。無理は禁物ってね。よう、マッチョマン。いいか、ユウスケ、人生ってのは集中力だ。戦いも集中力で決まると言っていい。戦闘中、魔物から攻撃を受けたりすると集中力が研ぎ澄まされた状態、ゾーン状態になることがあるんだ。それで？覚えておくといいぞ。はい、覚えておきます。母ちゃんが待ってる。母ちゃんが待ってるよ。旅立ったらしばらくは村には戻れないかもしれないよ。村のみんなに挨拶したかい。ああ、じゃあ戻れないのか。え、エマは？エマは？あ、ちょ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 、ああ、ちょちょちょ、登れない登れない。エマどこ行った？エマがいない。ここなんだ、ここ。あ、エマエマエマ。え、ちょっと。エマエマエマ。もう話そうよ。不法侵入だ、不法侵入。あ、いるいるいる。なんかしてる。なんか編み物してる。なんかやってる、おばあちゃん。何してんの？皮
川で洗濯？あんたの祖父テオのものなんだよ。昔テオはその服を着て世界中を冒険していたんだよ。おじいちゃんすげえな。今ちゃんずっと家に閉じこもって何かやってる、なんかやってるっぽいね。エマお姉ちゃんずっと泣いてたわ。悲しいな。薬草を多めに買っておくといいぞ。薬草ね、じゃあ買っとくか。言われた通り買いまーす。ここ買って焼き付けました。さあお行き。お別れか。こんなにも早く旅立ちの時が訪れるとはな。おじいちゃんはもう死んじゃったのかな。おじいちゃん、テオがお主を拾って、いや、連れてきたのは確か。お主を拾って、いや。勇者とは伝説の英雄。その昔、大いなる闇を払い、世界を救った人物と聞く。お主がそんな大それた人物の生まれ変わりだとは到底思えんが。まあ、テオが言うならそうなんじゃろうな。デルタガールの王様に会ったら、くれぐれも村の、この村のことをよろしくな。勇者様を育てた村ということで、王様から何かご褒美がでもらえるかもしれんからな。明日ないんですって。ガッハッハッハ。ロトゼタシアの地図を授けよう。道に迷った時はこれを見るのじゃ。エマがいないよ。お、馬だ。俺専用の馬かな。この馬もお主に授けよう。村一番の器量よしの馬じゃ。村を出て、まっすぐ北へ向かえばすぐ、デルカ、カダール王国じゃ。あんたは自慢の息子さ。辛いことがあっても、くじけずに頑張ってくるんだよ。俺頑張るよ、母ちゃん。旅立ちが始まるな。お、エマか。エマかな。あ、来た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 。なんか持ってきてくれた。急いで作ったの。あ、これを作ってたのね。エマのお守り。そのお守りしっかり身につけておくね。いや、離れたくないわ。無事に帰ってこよう。さあ、冒険が始まったよ。始まったよ。ドゥッ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 。馬に乗っている間は歩いてる時よりも早く移動することができます。フィールドにある馬指の鐘を鳴らせばどこからともなくあなたの馬が駆けつけてくれます。なるほどね。こんにちは。おう、ゆいすけ。村長から馬と地図をもらったようだな。馬にいいことを教えてやろう。これをやると馬が呼んでくるのかね。なるほど。じゃあ行こう。 R2 でダッシュ。なるほど、早いぞ。てかさ、この馬の乗った状態で敵と戦うとどうなんだろう。こっちはなんだ。あ、なんかいる。あ、降りれる。これ何これ。おっと、待つんだ。この先は秘境ナプーガナミツリ。魔物も強く。ほんほんほん。じゃあ違うとこから行くか。めっちゃ敵いるんだが、この鳥みたいなのはなんだ。ん？攻撃しに来る。あっちはなんだろう。この先には強い魔物がいるんだぞ。気がつくから。はい。意外に村のそばもなんかあるっぽいね。じゃあちょっと行きますか。敵がいっぱいだ。この先に向かって何かいいものがあれば。
金がいっぱいだな。宝箱は取っておきたいんだよね。この下はいけないよな。これ気づけるの。オッケー。でも一人で戦うのちょっと危険だな。大ガラス。戦う。攻撃。痛い。おお、倒した。レベル上げとね、ちょっとしておきたい気もするけれど。よいしょ、登って。まあ、とりあえずこのまま、デルタガール王国へ向かいましょう。なんだ、サボテンダーみたいなやついるぞ。見えない見えない。見えない見えない。うわぁ。これ何これ。これ馬で攻撃したら、あ、ぶっ倒す。あ、どっか行った。死んだわ。馬強くね。馬強いな。ぽい。体当たりだ。くらい。広いな、マップ。なんかキャンプできるとこあるね。なんか落とした？落としてはない。なんかウサギを倒しちゃったよ。ここ何？ここ。おい、そこの兄ちゃん。冒険初心者だな。何も知らないまま旅をするなんて危険すぎる。この俺がいいことを教えてやるぞ。キャンプをしている間は夜に。へえ。ま、女神像があると大丈夫なのか。お祈りを聞いてくれる。じゃあセーブができるのか。旅にキャンプは欠かせねえ。キャンプを制するものは旅を制すってな。じゃあ行きますか。降りて、よいしょ。どこだろう。キャンプしてみましょう。女神の、あ、これで祈れるのか。お祈りをする。ドゥンドゥンドゥン。お祈りができましたね。はい、冒険はまだ続けます。キャンプをやめて冒険を再開しますか。再開します。あれ、夜になってる。まあいっか、夜でも大丈夫かな。夜になるとなんか強い敵がいたりしそうだけど。こっちかな。デルカダール王国こっちだな。こっちはなんかあんのか。使ってみよう。あ、なんだなんだ。なんか強そうな敵がいっぱいだ。あれあれ、ちょっと待って、倒せない。マジかマジか。ランタン小僧。攻撃してみよう。あ、やばい。これ絶対強いわ。あ、そうでもないな。痛い。やばい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 。あ、やばい。強い。ちょっと待って。逃げよう逃げよう。逃げよう逃げよう。あ、やべえやべえやべえ。いた。やばいやばいやばい。あ、死んじゃった。